ディートリヒマテシッツは、オーストリアの実業家であり、世界的な富豪としても知られる。栄養ドリンク販売会社レッドブル社の創業者の一人であり、2006年3月現在、同社株式の49%を保有する。ウィーンの国際貿易大学を卒業した後、プロクターギャンブル社で、ブレンダックス歯磨き粉のマーケティングに従事した。1987年に、 タイで栄養ドリンク販売を行っていたチャリアをユーウタヤーと共にレッドブル社を設立し以後同国国内で販売されていた栄養ドリンクを世界的なブランドにまで育て上げた今日ではレッドブル社はクリスタルガラスを製造販売するスワロフスキー社菓子販売のマナー社と並んでオーストリアを代表する会社の一つにまでなっているマーケティング とりわけ広告戦略において優れた手腕を認められている人物であり、レッドブル社はその独創的なテレビ CM や数々のエクストリームスポーツへの広告展開で知られている。モータースポーツにも多くのカテゴリーで進出しており、会一には1995年からスポンサーとして参入して以降、2004年末には報道社からジャガーレーシングチームを買い取り、 翌2005年から、レッドブルレーシングチームとして参戦させている。また、2006年からはミナルディを買収して立ち上げた、スクーデリア・トロロッソを、ジュニアチームとして参戦させているほか、いカ,カテゴリーにおいても多くのサポートドライバーを抱え、位一を頂点とする巨大ピラミッドを形成している。この、レッドブルジュニアチームプロジェクトの指揮は、オーストリア出身の元会一ドライバー、 ヘルムート・マルコに任せている。この他、オーストリア国内にある A1 リンクを買い取り、レッドブルリンクとして所有している。それ以外の分野では、2005年4月に、オーストリアのサッカークラブ SV アウストリア、ザルツブルクを2006年3月には、アメリカのメトロスターズを買収している。ハンガー7歴史的な航空機のコレクターであり、ザルツブルク空港には、 ハンガー7と呼ばれる巨大な格納庫兼展示施設を保有し、プライベートコレクションを無料で一般公開している。内部には、ユーゴスラビアのヨシップブロズッチ等の専用機だったことも、あるダグラス DC-6 などが展示されている。また、オーストリア陸軍と共同で、チェルトベークに航空学校を設立することを計画中である。また、 マテシッツの個人資産は2016年現在で136億ドルであり、彼は会一関係者の中で最も多くの資産を持つ人物である。ありがとうございます。